日本東京都新宿区。若葉若葉は東京都新宿区の町名。現行行政地名は若葉1丁目から若葉3丁目。住居表示未実施。郵便番号は160-0011。新宿区の南東部に位置し、町域の北から東は新宿区四谷一辺2丁目。東から南は港区元赤坂。南西は新宿区南元町。西は ドークスカ町に接する。町域の南東部を JR 中央線の高架と、それに並走する、首都高速4号新宿線の高架橋が横切っている。新宿方面から走ってくる中央線と、首都高速道路は、若葉1丁目の南端の崖から、若葉1丁目の大地下を貫通する。これらのトンネルは、中央線が、五所トンネル、首都高速が、赤坂トンネルという名称で、 それぞれ、四谷駅と赤坂見つけ方面に通じる。二丁目付近には、寺院も多く見られる。住宅地の地下は、2017年の工事地下によれば、若葉一丁目19番18の地点で78万8千円、平方メートルとなっている。町内の谷筋一帯は戦前までサメ川橋と呼ばれ、江戸時代初期には、仮想場の所在地であった。江戸時代から続く、 三大貧民窟の一つで、代々木の非人島、旧米の支配下にあった。東京への人口流入が顕著であった。明治期から昭和初期頃まで、東京市内有数の貧民街が形成されていた。なお、江戸時代には、貧民街、つまりスラムは若葉に存在していないし、代々木の非人、旧米の支配下は、現在の代々木である。塩見千ダンザエモンとその時代。 若葉の地名は東京都政が施行された1943年4月、それまでの鮫川橋、谷町などの町名を廃止して新たに制定されたものである。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内には鉄道駅はないが、町域西部方面は、 東京メトロ丸の内線の四谷三丁目駅が、南部方面は、中央、総武線の品野町駅が、東部方面は、東京メトロ丸の内線、東京メトロ南北線、中央線の四谷駅がそれぞれ利用可能である。かつては文化放送の社屋が創業当初から地内にあったが、2006年7月に港区浜松町に移転した。ありがとうございます。